トレンド、ツイッターや検索エンジンなどで話題を集めている言葉のこと。バズる。ツイッターにおいてある単語や表現が話題になっている状態。今回のコネクトは拡大版。キーワードはソーシャル。ソーシャルメディアを取り入れてテレビを楽しく見ようという最新の動きをアメリカから。マラソンだってソーシャルに楽しむことができるんです。私サッシャも楽しんできました。そしてものづくりもソーシャルで、福田萌さんも参加して一体何を作ったんでしょうか。未来につながる番組コネクト。まずはアメリカ・ニューヨークからのリポートです。人口3億1000万のアメリカは膨大な数のチャンネルがあるテレビの国。スマートフォンを手にしながらテレビを見るという習慣が定着しています。今テレビを楽しく便利に視聴できるアプリが続々と登場しています。アプリの多くは Twitter や Facebook などのソーシャルメディアを取り入れ、さらに独自の特徴を打ち出しています。これまで視聴者はテレビで見た情報を自分で検索したり、感想をソーシャルメディアに投稿したりしながらテレビを楽しんでいました。テレビ視聴アプリは番組に関するより多くの情報を視聴者に提供し、感想などを簡単に発信しやすくします。番組の情報を拡散させ、より多くの人がテレビを見る仕組みを作り出そうとしています。 Mainly because it's easy. Everything pops up on the screen for you. There's not much you have to do yourself. ニューヨークのダウンタウン、今急成長しているテレビ視聴アプリの運営会社があります。昨年秋、アメリカ国内でリリースしたアプリは3ヶ月で100万ダウンロードを記録しました。 TV for ZBox is offering consumers a mind-blowing way to engage with their favorite content. アプリのキャッチフレーズはテレビの相棒。タブレットの画面一面に番組に関するあらゆる情報が詰まっています。番組の詳しい情報や関連グッズの購入はもちろん、中央には番組に関するツイートやニュースなどソーシャルメディアの情報を集約しています。このアプリ最大の特徴は次々と登場するキーワードの数々、番組の中に出てくる地名や人物名です。視聴者はワンタッチでネット上の情報にアクセスできます。キーワードを自分で入力する煩わしさはありません。私たちが取材に訪れた2月、アメリカが最もテレビに熱狂する日がありました。そう、プロフットボール全米一を決めるスーパーボウル。およそ1億人がテレビを見ると言われる大きなイベントです。ZBOX にとってはアプリの便利さと楽しさをアピールする大きなチャンス。生放送のゲームの進行に合わせてキーワードを創出していく現場を見せてもらいました。タッチダウン。
得点が入った直後にタッチダウンをした選手の名前がキーワードの欄に並びました。Justin, yeah. See if you can find a stat about team that scores first, winning. Yeah. さらにネット上を検索して統計データや専門家のツイートなどをキーワードにしていきます。もう一つ、生放送の大イベントならではの仕掛けとして投票システムがあります。視聴者がゲームの流れを共有できるような質問を次々と投げかけます。それによって一緒に観戦している気分を盛り上げます。試合の合間にはコマーシャル。この時間も担当者は手を休めません。コマーシャルごとに関係するサイトにリンクを貼っていきます。ZBOX はアプリを通じて視聴者が広告に触れる機会を増やすことで新たなビジネスモデルの確立を目指しています。 The more that we can have the audience be engaged around what they're seeing on the main screen, the more pleased the TV networks will be. Then sponsors are obviously very happy. And if we can further enable that through the synchronized advertising I described before, then that actually allows advertisers to learn more about the audience. You know, we can actually share with them, was it male versus female? Was it young versus old? What sort of behavioral attributes did they have? ゲーム後半、思わぬことが起こりました。停電です。30分以上中断という前代未聞のハプニング。この時ツイッター上に新たなバズが生まれました。あるクッキーメーカーが即興の広告を出したのです。暗闇でも味わえます。これをいち早く見つけたのが ZBOX の担当者。すぐにキーワードを作りました。作られたのがこれ。ソーシャルメディアのバズをうまく利用して視聴者を飽きさせませんでした。こうして5時間に及ぶ生放送が終わりました。 Almost 5 hour long program, so it's a lot more content than anything else we've ever done by far. Also, because it's, you know, totally live and it's a football game, everything is unpredictable. Everything went really good. Can't complain yet. アプリがつなぐテレビとソーシャル、今後どうなっていくのか、 NHK 放送文化研究所の小川浩二さんに聞きました。僕もそうなんですけれども、スマートフォンやタブレットを使いながらテレビを見てる人っていうのは増えてるでしょうか。そうですね、私たち放送文化研究所の調査では、はい、10代後半から20代の人たちに絞ってみますと、テレビを見ながら SNS をしている人は3割以上になるんですね。そんなに、はい、ただそうした人でもテレビを見ながら SNS をしていても見ている番組とは関係のないことをやり取りしている人も結構いるんですよね。ですから放送事業者としては、そのなるべくテレビに結びつけておきたいということで、テレビに関する情報を一箇所にまとめたセカンドスクリーンアプリを作っていきたいというふうに急いでいるわけなんですね。なるほど、はい、じゃあなんとかこうテレビに集中してもらおうという努力をされているということでしょうかね。そうなんですね。ただそのさじ加減が難しいところでして、あまりこうテレビ局側がこう押し付けるとですね、それを嫌がる視聴者もいるでしょうし、はい、番組ジャンルによってもそのセカンドスクリーンに向き不向きがあると思うんですね、はい、ですからそのテレビ局としてはなるべく早くその経験値を積み上げてですね、どういった形でそのセカンドスクリーンを組み合わせた視聴スタイルを設計していくべきなのか、うん、その部分をその議論をですね、急ぐべき時期に来てるんだと思います、はい、なるほど。そうなるとこういったテレビ視聴アプリっていうのはこれからどんどん増えていくんでしょうか、うん、国によっても違うと思うんですね。アメリカでは7兆円ともいわれる世界最大の広告市場を狙ってたくさんのアプリケーション今までできたんですけども、はい、人によってはもう乱立の時期は終わって選別の時期に入ったという見方もあるんですね。先日イギリスで ZBOX の共同創設者の一人アンソニー・ローズさんに話を聞いてきましたのでご覧ください。2012, a lot of arrivals came and there was a huge amount of media hype and buzz and so on. But actually there were more entrants than the market could sustain. And I think I'm seeing quite a lot of the second screen applications. Now those companies either going out of business or changing their business model. Instead of trying to be a consumer application, they're going white label B2B or business to business service model or something like that. So I think that in 2013,
we'll see the market, you know, moving towards a funnel of three or four main applications in a country, maybe even less, and those then working a lot more closely with broadcasters. So I think it'll be an exciting year where it really moves from a lot of buzz to a lot more mainstream in this year. 放送事業者との連携を深めていくっていうのは、これは具体的にどういうことなんでしょう。はい、放送事業者との連携を深めるには2つ理由があるんですね。はい、1つはメタデータ、番組関連情報を放送局から得ないと充実したアプリケーションができません。もう1つは広告収入の問題なんですね。はい、で広告収入の問題は、その放送とは別の広告がセカンドスクリーンに出てしまうと、これは困った問題になりますので、それをどうするのか、それからセカンドスクリーンで生まれた広告収入をどう分配していくのか、これが一つ大きな問題になっているんですね。でこうしたことを話し合うために、その話し合いを続けるうちに提携が進んでいく、そのうちに乱立していたアプリケーションが一つに修練されていくということがですね、進むのが今年のタイミングではないかというふうに見られているんですね。なるほど。まあ、どうやらこのテレビとそしてセカンドスクリーンのですね、巡るサービスというのはいろいろビジネスチャンスがありそうですが、そこに挑む人々に取材をしてみました。カリフォルニア州サンフランシスコ、この街から新しいインターネットサービスが数多く生まれています。市の中心部だけで4000の IT 企業があるんだそうです。先月開かれたアプリに関する展示会です。テーマはアプリの開発環境の支援。大企業から小さなベンチャー企業までおよそ150社が集まりました。展示会場の奥に大勢の人が集まっていました。新進気鋭の開発者およそ100人。これからとてもユニークなイベントが始まります。その名も TV ハックフェスト。制限時間24時間のうちにスマートフォンやタブレットを使ったテレビの新しいサービスを開発するんです。優秀なアイデアには1000ドルの賞金が出ます。 To thank you all very much for coming to TV Hackfest 2013. Almost start to kick off, you guys. 午前11時過ぎ、開発がスタートしました。And ways for people to use Wikipedia open source information in a more useful way on their TV set. Actually, we're going to write a second screen app on an iPad app so that you can play a game about picking a movie with your girlfriend, boyfriend, that sort of thing. It's my thinking cap. I want people, this gets kind of hard. About 10 o'clock tonight, this is going to get really intense. This is actually interesting. 地元に本社を置くツイッター社をはじめ、名だたる企業もスポンサーとして参加。優秀な人材や新たなビジネスの種との出会いの場なんです。ここでも焦点はソーシャルメディアとテレビの融合。 The internet is going to collide with television, traditional television, in a very powerful and unique way in the next few years. And I think there's going to be lots of opportunities. So I think the broadcasters have opportunities to reach new audiences and spread their wings and go forth and go wider. そして翌日、参加者の開発の成果が発表されました。アイディアは様々。こちらはウェブサイトをテレビモニター向けに最適化して表示させるというシンプルな技術。そしてこちらは離れた場所の友人とチャットをしながら映画を楽しむというものです。そしていよいよ結果発表。 The best commercial concept who wins 500 Facebook credits, Google boxes for all the team members is applause. B
ビジネス化に最も近いサービスとして高い評価を得たのは、バンクーバーから参加した若者たちのアイデアでした。彼らが開発したのは、番組への評価をリアルタイムに共有するシステムです。番組を見ながら気に入ったところで画面をタップします。するとリアルタイムでその集計がテレビに反映されるというものです。We had like 2 hours of sleep and like 8 of these bottles. Yeah, it's been a long day. Did you sign the disclaimer that if your heart explodes, we're not responsible? Yeah, アイディアと技術を競う。こうして新たなインターネットビジネスが生まれていきます。But the first time working so hard, I didn't get very much sleep. So we're looking to grow. That's the main thing. We want to grow and start growing our universe and build our operations and monetize. And... Getting multiple devices work together, trying out new technology is a passion of mine. Yatta!デジタル化やあとインターネットの登場で、例えば音楽業界はダウンロードになったりとか、出版業界は電子書籍になったりということですけど、はい、じゃあ次はこれテレビなんですかね。そうなるんだと思いますね。まあ、アメリカと日本ではその資金や人の流れも違うので、はい、その彼らのようなアプリ開発企業がですね、業界標準を作っていくのか、あるいは放送局主導で進めていくのか、まあ、発展の形も違うと思うんですけれども、まあ、こういった新しいデバイスがどんどん出てくるとですね、テレビと組み合わせた形で全く新しい視聴スタイルというものが生まれてくると思うので、はい、まあ、長いテレビの歴史の中でですね、これは大きな変化につながるということは間違いないと思いますね。楽しみですね。はい、小川さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、アプリが生み出す新しいテレビの見方に迫りました。コネクト辞典。 GPS。 思い出すたび目を伏せる、肌に食い込むあなたの言葉、あなたの言葉、あなたの言葉。LTE。3D プリンター、プラスチックなどで立体物を造形できるマシンです。自分で作りたいものが作れちゃう時代がそこまで来ています。その 3D プリンターに関する注目のイベントが開催されました。参加希望者のあまりの多さに急遽会場を変更したほど。イベントを主催したのがこの方、神田沙織さん。
神田さんは 3D プリンターガイド本の作者。ビギナー向けのガイド本とあってお客さんも興味津々。女性がやってらっしゃることで、さらに間口が広がっているということはあると思います。神田さん、一体どんな方なんでしょうか。自宅を訪ねてみました。おはようございます。早速お邪魔します。何やらたくさんありますね。あ、作業中だったんですね。こっち側にレーザーカッターでカットしたのロゴの立体的なプレートがあって、ここ位置が合うように挟んで、押し込みますと。自分でレーザーカッター？のロゴが型押しされてる。神田さんのお部屋ちょっと違います。ロボットアームです。お部屋にロボットアーム？さらにフィギュアなどのパーツを自分で作れる機械も。廃材を利用したハンモックも手作り。工具箱にもお気に入りが。工具の中ではノギスが一番好きです。ノギス？小学校に入った時に、よく30センチ の物差しを買ってもらって、ランドセルとかに挿して学校に行くと思うんですけど、あれをうちの家ではずっと300ミリ定規って呼んでいて、何センチメートルっていう単位が家になくって、常にこう家庭ではミリが基準だったんで。神田さんのお父さんはエンジニア。父親の姿を見て育ち、ものづくりに興味を持ちます。そのままものづくりの世界に進み、 3D プリンターと出会います。そんな神田さん、自分のようにものづくりが大好きな女性を集めたいと思い、 Facebook で呼びかけました。自分たちが作りたいものを作る、それがテーマです。その名もものづくり系女子。メンバーは100人を超えました。そんな彼女たち、今日はここ渋谷でものづくりをしているということなので、早速教えてもらいに行ってきます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。初めまして、福田萌衣です。よろしくお願いします。ものづくり系女子リーダーの神田沙織さん。アクセサリー作りから電子工作まで、夏木瑠璃さん。レーザーカッターの使い手、皆川めぐみさん。なんか目の前にいっぱい装置があるんですけれども、はい、3D プリンターって今動いてるんですけど、うん、ありました、 3D プリンター。プリンターといっても紙に印刷するのとは違います。溶かしたプラスチックを積み重ねて形を作っていくんですって。お、プリント終了。現れたのは。こちらを元に工作していきます。早速このどーもくんの 3D プリントしたフィギュアを使って、ちょっとオリジナルどーもくんを作ってみましょう。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。教えてください。まずは設計図を描きます。作りたいイメージを膨らませ、神田さんとおしゃべりしながらアイディアを絵にしていきます。私が考えたのは、タイトルは春これどーもくんです。ピカピカどーもくん、スカートも履かせちゃいました。うまくできるかな。使う材料は
LED ライト、さらに光ファイバーなどの電子工作グッズです。かわいい。あ、光ってる。久しぶりの工作です。見てください、この真剣な顔。電子工作。さて、夏木さんと皆川さんは何やら削ってますね。破壊してる。破壊。どーもくん、どーもくんがメリメリ言ってる。デストロイどーもくん。おしゃべりしながら楽しくものづくり、これがものづくり系女子。はい、完成です。かなり派手になりましたね。ピカピカしてますね。ピカピカしてますね。思いのほか、もう裸じゃないです、ね、もう裸じゃない。これどこに出しても恥ずかしくないですね。かわいい。スカートを履いたかわいいどーもくんができました。手には光ファイバーの花束を持っています。頭にはレーザーカッターで切り出したアクリルのリボン。完成しました。できました。いやー、やりましたね。合作しましたね。ねえ、こんなにピカピカ派手になるとは思ってなかったので。そうですね、うん、なんか本当に作ったっていう感じがしますね。もう私隣ですごい気になってて、うん、途中なんかメリメリ言ってましたよね。そう、なんか破壊する音が聞こえてたから何してるのかなって気になったんですけど、何してたんですか？前半はあの破壊系女子な感じで、あの口の中にこれ今 LED が入ってるんですけれど、うんうんうん、光ってる。そうなんですよ。あの元々にあったその口の部分をくり抜く作業をしていて、メリメリと。あ、破壊です。メリメリメリ。これは何をイメージしたんですか？ものづくりどーもくんということで、お、ちょっと DIY できそうなどーもくんを作ってみました。いや、今日ものづくりやってみて本当に楽しかったです。嬉しいです、そう言ってもらえると。私もあの自分も楽しいけど、楽しいって思ってくれる人を増やしたいっていつも思っているので、今ものづくり系女子のメンバーって108人いるんですよ。多いですね。そうなんです。108人、はい、まだみんながどんなことをやってるかとか、これからどんなことをやりたいかっていうのは知らないので、あのどんどんこうみんなと一緒に実際に作ったり、あのそれをこう一堂に並べた文化祭みたいな展示とか楽しそう、やってみたいですね。はい、屋台みたいに、あの縁日の屋台みたいに、うん、いろんなところでその場で食べ物を作るみたいに、その場でアクセサリーとかを作っていて、それが持って帰れるとかやりたいです。いや、楽しそうですね、はい、じゃあ私も今日でものづくり女子に認定していただいたということで、はい、いいんですか？ぜひ。ものづくり今日本当に楽しいなっていうことを改めて思いました。今日はどうもありがとうございました。よかったです、ありがとうございます。コネクト辞典。クラウド。ウイルス。
軟式アカウント。東京都世田谷区にやってきました。マラソンを走るためなんですが、コネクトでマラソンって聞くとちょっと合わない感じもしますが、実は世田谷シャルソンというイベントが行われるんですね。おお、ここが受付なんですね。あ、ここにシャルソンって、あ、ローマ字で書くとソーシアルのマラソンで、こういうなるほど文字を書くんですね。ソーシャルマラソン、略してシャルソン。一体どんなマラソンなんでしょうか。初めての参加なんですけど、はい、コースはどうなるんですか。コースはまあ決まってないですね。スタートも、はい、走るコースも自由、スタート時間も自由。普通のマラソンはあの時間タイムを競う、スタートが一緒で、はい、そうですね、まあ、ゴールはバラバラというか、はい、なんだけどソーシャルマラソンはゴールが一緒、はい、ゴールした後は懇親会もあるそうです。まあ、事務局側としてもあの何がどう起こるかわからないけど街で出会ったらこんな挨拶も。シャルソンでスタート出会ったらね、はいはい、なんかあるんですか。乾杯って、乾杯乾杯、はい、乾杯乾杯乾杯当てる。あ、なるほど、乾杯。あ、シャルソン名物エアー乾杯。とりあえずあのやってみたら、そうですね、まずは走って、ね、あの食べて飲んで、はい、世田谷を、ね、自分の体で感じてほしい。さあ受付終了いたしました。これが参加者の証 T シャツです。これを着て早速サッシャ世田谷シャルソンスタートしたいと思います。行ってきます。ピー。でちょっと待って、コース決まってないんですよね。どうしようかな。こういう時はスマホですよ。検索検索とこれかな。じゃあちょっと自分なりにコースを考えて改めて行ってみたいと思います。では行ってきます。この日世田谷で行われていたイベントを最初の目的地に選びました。私サッシャ、実はかつて世田谷に住んでいたことがあるんです。ちょっと遠回りし懐かしの近所を抜けておよそ 1.5 キロ来ました来ました。こちらがですね世田谷の羽根木公園なんですけど、ここでは上りで見て分かるように梅祭りやってるんですよね。あ、皆さん走ってます。あー、乾杯。出会いましたよ。やりましたね。走ってます。やっぱりみんな目的は一緒なのかな。ここに梅を見に来ました。どこに咲いてるの。あ、ありましたね。ちょっと見てきます。私の最初の目的はこの梅でした。おお、結構咲いてますね。まあ満開とまではいかないんですけど、結構咲いてる木もあるので、せっかくなのでここに来たっていう写真を撮って、それをですねソーシャルに上げてみたいと思います。どの木がいいかな。あ、この木結構咲いてますね。じゃあ早速自分撮りいきますよ。はい、梅まつりに来ました。アイチーズ撮りました。どうですか。よいしょ、こんな写真が撮れました。じゃあこれを早速アップしてみたいと思います。Facebook の世田谷シャルソンのページに行って写真を投稿。あっという間に49のいいねがつきました。まあ、で次なんですけどね、これ目的地が特に決まってないんでどうしようかな。あ、せっかくソーシャルですから、このタイムラインの中から次の目的地決めちゃおうかな。みんなの書き込み、あ、結構入ってきてますね。どれにしようかな。お、こんな書き込みありますね。間もなく玉電カフェに行きますと。玉電カフェって気になりますね。一体どんなお店なんでしょうか。ひょっとしたらこの方にも出会えるかな。次の目的地は玉電カフェに決めちゃおう。
電カフェ、あった、ここだ、玉電カフェ山下、書いてありますね。お、そうなんですか、ここ世田谷シャルソン給水ポイント、甘いみかんあります、書いてありますよ。よかった、給水ポイントになってるんだ。ちょっと入ってみましょう。こんにちは。もうここひょっとして給水ポイントになってるんですか。そうです。あ、じゃあお水いただいてもいいんですか。お水どうぞ。よかった、ちょうど今喉渇いたとこだったんですよ。うん、ああ生き返る、試食も行ってます。なんと食べるものも、いいですね。これ何ですか。玉電羊羹ですね。玉電羊羹、はい、いつもこんな感じで、うん、おいしい。あ、梅の味ですね。そうですね、うん、はい、さっき梅祭りにしたんで今日は梅つながりですね。みかんを食べながらほっと一息すると、そこにシャルソンランナーが。乾杯、乾杯。お二人はお友達？あ、友達、マラソン仲間です。もともとマラソン仲間。そうです。どうですか、感想はどうですか、参加してみて。うん、なんか楽しいですね。私あんまりここら辺に住んでないんですけれども、はい、彼女この近所に住んでるので、はい、連れてってもらいながら、いっぱい人に会いたいねって言いながら、うん、はい、だからフェイスブックで追いながら、人のいるとこに寄ってきたいなと思ってます。さっき玉電カフェ行きますって書いてありましたもんね。見ました、それで来たんだ。見ました。同じですね。この給水ポイントでソーシャル上の出会いがリアルな出会いに変わりました。さて次の出会いは、あれほら緑の軍団がいますよ。あ、緑色、しかもいっぱいいる。イエーイ、やったー、やったー。え、どちらに、どちらに。今私、豪徳寺に。何しに、何しに。猫に、招き猫を見に行く。あ、豪徳寺に、お寺の方に行くんですか。じゃあちょっと豪徳寺までご一緒させてもらいましょうかね。え、いいんですか。はい、やった。じゃあ一緒に行きましょう。次の目的地が決まりました。ここだもん。ところが途中迷子に。そんな時はスマホです。左ですよ。左行ったらここまた、違う、合ってる、あっちですよ。お、ついた、豪徳寺、やってきました。おお、いやすごいね、豪徳寺と読めない、立派、素晴らしい。お、到着しました。招き猫がいっぱい。境内にはたくさんの招き猫が奉納されていました。ちょっとこれを後ろにしたいからどうしようかな。じゃあこういう感じにしようか。あ、映るんだ。背が高いから。そう、はい、はい、すごい。偶然の出会いから町の魅力を発見しました。世田谷シャルソンもいよいよ終盤。夕方5時のゴールを目指しラストスパートです。やってきました、ゴール、スタート地点に戻ってきました。京都に戻ってきたんで、これで世田谷シャルソンゴールでございます。ゴールの後はリアルな乾杯です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、シャルソン走ってみて。あ、お風呂入ってきました。お風呂入ってきた。どこで。世田谷温泉に入ってきました。いいですね。気持ちよかったです。最初からそれはもう決めてたんですか。はい、本当は世田谷のいろんな銭湯を回ろうかなと思ったんですけど、はい、ちょっと時間がなかったんで、世田谷温泉だけ回りました。あ、すごい。全然知らない人でも、もう遠くからきっと同じ T シャツが来たっていうことで、すごくその絆が深まって、で、一緒に地域を回ってるっていうその一体感が楽しい。緩いところがいいと思う。どこ行ったのっていう、やっぱり共通で同じ体験をしてる人となんか共感して分かち合うみたいなところはすごく話しやすいっていうところがあります。みんなで喋りながら行けるのと、あと緑の T シャツの人が見つかると嬉しいみたいな。出会いましたもんね。今日会った人とか、今日見つけた店とか、その人たちとどういう関係を持つかっていうスタートなんですね、はい、うん、それが一番すごく面白いところ。できれば海外でもね、同じ発想を伝えていきたいと思ってます。日本初のイベントとして、そうですね、シャルソン世界に広がっていくんでしょうか。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。さあ、ということで僕も一日シャルソンの魅力すっかりハマりましたけれども、今度はあなたもぜひ近くで開催されるようだったらシャルソンに参加してみてはいかがでしょうか。シャルソン最高。
コネクト辞典。いいね。最適化。スマートテレビ。